はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今日もですね、369の話続けたいと思うんですよね。この69のお札の話の続きなんですけども、これね、書いて僕ずっと持ってますんで、お守りのようにね、してるんで、これは使うわけではありません。おそらくこれずっと持っておくと思います。まあ、ちなみに復習しましょう。ね、折ったら1億円札になるんです。そして、このナンバーですね。末尾が 5Z。 このお札、まあ僕の中では最強だというふうに自負しているわけですけど、まあともかくとして、369っていう数字はニコラテスラさんは非常に重要視した。で、僕ですね、昔から Q さんって呼ばれてますしね、 Q さん反対にしたら39でしょ。で、39とか69とかね、96とかさ、そういう数字すごい反応してたんですよね、そのニコラテスラを知る前から。まあ何なんだろうなと思って、だから僕は占いというか、自分占いって、でも自分流占いってしてるんですよね。で、自分流占い何かって言ったら、もう簡単なんですよ。こう時計見るじゃないですかね、これいけるかなと思ってパッて時計を見て、奇数だったらいけるんです。で、偶数だったら、あ、ちょっとまずいな、ちょっとやり方変えないといけないのかなという習慣があるわけですよね。だから奇数だったら、特に39とかね、もうそうだったらもう6とか、まあ6はね結構いい数字なんですけども、偶数の中でもですよ、僕の中では6はいい数字になってるんですけども、まあ、3とか9があるともうガーってゴーサインだなという感じになってるわけですよね。まあともかくとしてですね、この369というのは弥勒でもありますよね。で、弥勒っていうのは、これ弥勒菩薩、弥勒菩薩っていうのが56億7000万年後に、外天っていうその天界からやってきて、我々をお救いくださる、お神さんなんですよね。で、お釈迦様が入滅して、まあ、お亡くなりになって、で、それから56億7000万年後ってさ、これ地球ないと思うんだけど、まあ、まあいいや、それともかとして、まあ、そういうことなんですね。ただし、その弥勒信仰というか弥勒菩薩がですね、まあ、来ていただけるのが56億年待てないんですよ。だから、その弥勒信仰ということで、弥勒菩薩の化身となる、お神様が時々現れるわけですね。まあ、一番有名なのが布袋さんですよね。布袋尊さんですね。はい。布袋尊さんですね。七福神の中のお一人なんですけども、それも同じその真言、ご真言ね、ウォン・マイタレイヤ・ソワカっていうご真言なんですけども、弥勒菩薩なんですよね。でね、弥勒369が、まあ、弥勒菩薩、要完全にお救いくださる、要するに神様なわけですよ。つまり弥勒菩薩がもう来たらね、もう OK なんですよ。完全に人生 OK なんですよね。だからもうね、もうおめでとうっていうところなんですけども、実はですね、今日ちょっと紹介したい本がありまして、これはこれです。はい。たくさんね、この方は本出されてるんですけども、小林正観さんですね。実はこの小林正観さんはですね、まあお亡くなりになったんですけども、この本が出ている、この出版社はこれ自費出版に近いとこなんですよ。というのはですね、これは一応まあ、出版コーダー入ってますけれども、普通の書店で流通してない本なんですよね。で、小林正観さんはですね、もともとその歌詞会っていう、まあ、そういうなんていうかな、お釈迦様の教えだったり、まあ、宇宙の教えをですね、まあ、シェアするような会が実はありまして、そこで、まあ、内々で売られてた本なんですよ。だからこれを買うためには小林正観さんのそのショップに行かないといけない買ったんですね、昔は。で、僕はそれ実際14、15年前か、このなんていうかスピリチュアルとか、そのブログを書き始めたぐらいにですね、2004年ぐらいに実際買いに行ったんですよね、福岡天神にあったんですけども、それがですね、はい。で、その後ですね、中継出版で今角川になってるんですけども、そこの出版社のある有名な編集者さんが小林正観さんを、まあ、口説き落としまして、商業出版というか普通の書店流通する本を出してから、ババババババーとたくさん出てきたんですけども、まあ、これも最初のですね、本なんですよ。最初の方の本ですね。でこれはね、この出版社の、ね、方と対談してる本なんですよね。だこれは別に
代表作でもなんでもないですけども、まあ、僕にとっては非常に思い出深い本の一つですね。でこの小林正観さんがですね大切にしている数字点についてありまして、それ何かといったら358なんですよね。時々ねナンバープレート車のナンバーで358っていうのを見かける時あるんですけども、まあ、大体その小林正観さんのファンですよね。でねこのね招き猫、これはですねワハハっていう今大分県の湯布院にですねこういったその工房があるんですよね。ワハハっていうね、のがありまして、そこで抽選で手に入るんですよ。でこれ今ちょっとどうなるか分かんないんですけども、最近ちょっと全然行ってないんで分かんないんですけども、これはですね1日に週に4日ぐらいで、その4日ぐらいの中の1日にまあ、30か40体ぐらいしかこれ出荷されないんですよね。でその30か40ぐらいの招き猫をゲットするために毎日100人とかね、まあ、多い時で休日なんかですね200人300人ぐらいがぐわーってそれを、まあ、押し寄せるわけですよ。でこれどうやって手に入れるかって言ったら、これ抽選で手に入れるんですよね。だから僕実はこれ抽選で手に入れたんですよ。はい、でそれ結構僕当たってるんですよね。何回か言ってるんですけども、半分ぐらい結構当たってるんで、かなり運がいい方だなと思ってはいるんですけれども、はい、でこれをね買いに来る人たちの車のナンバー358率めちゃ高えっていう感じですね、まあ、好きなんですね。これちょっと余談ですけどね、まあ、こういうのがありましたってことですね、まあ、358で、ね、358がすごく神聖な数字だっていうふうに言われてまして、何かったらね、これお釈迦様が悟りを開かれた年がですね35歳8ヶ月なんですね。そこから358は神聖な年だと、数字だっていうふうに小林正観さんは言ってたわけですね。で僕ねそれね実はフェイクだというふうに思うんですよ。でこれ小林正観さんがですねもうお亡くなりになったんで、それ本当確かめることはできないんだけれども、本当はやっぱりね言いたいことはさ369だったんじゃないかなと思うわけ。でもね369って言っちまうと、もうあまりにも宇宙にぶっ飛んでしまって、まだこの地球のね地球人の次元波動に合ってないわけですよ。でも地球人ね、人間は常にやっぱり進化していく、魂も進化していく中で、まあ、おそらくこれはねもちろんそんな立証することも何でもできないんだけども、小林正観さんがあの世に召された時にですね、もう358ではなく369なんだよっていうことを残していかれたんじゃないかなと僕は勝手に思ってるだけなんですね。でその話をですね去年の5月に僕自転車で福岡から、四国経由で岡山大阪とね、いつもまあそういう自転車で走ってるわけですけども、まあ、去年やったわけですね。でちょうどねこの本ですね、僕の本、まあ、ちょっとおいおいまたご紹介していきたいと思っている本なんですけども、この本が出たのが、2018年、去年ですね、の5月だったんですけども、その直前に僕は10日間ぐらいですね、それ自転車で旅してたわけですよ。で、大分では飲み会をしたんですね。その時になぜかね、369の話がね、ふわーっと口から出ちゃって、でその時に初めて僕はこの仮説をですね、紹介したわけですね。実はね、358じゃないんだよねって。358は地球のレベルで、我々をグラウンディングさせるために正観さんはあえてそう言ってるんだと、本当は369なんだよ、これは確かめることはできないんだけどというようなことをですねプレゼンしたんですよ。そこでですね、でその後大分から四国に渡りまして、愛媛県にバーって船で渡りまして、で四国といえば、まあ、88カ所ですね。88カ所で88というね数字はですね非常に神秘的なんですよね。8と8をですね、こうやって8ってまず無限でしょ、無限、丸が2つで無限でしょ。でこれをねパカッと割ると33になってるわけですね。それ33という数字も隠れてるわけですよ。だから88というのは実は、3の倍数というものをが内包されてるという言い方もあると思うんですよね。まあそう言ってしまえば何でもかんでもあるじゃないかって思われるかもしれないんだけども、僕は少なくともその8という数字ね、特に88とかいう数字を見た時にはなんか神秘性を感じざるを得ないようなね、何かが実はあったりするわけですよ。でね、この本またちょっとおいおいねご紹介していきたいんですけども、まあ、神様との対話 を僕がしてるんですよね、まあ、ある主人公に見立てながらですね。でそこで出てくる神様は稲荷大明神、地蔵菩薩、
観音菩薩、不動明王、文殊菩薩、弥勒菩薩、大日如来っていうところなんですね。で、まあ、せっかくなんで、まあ、全ての神様に会っていこうと思って四国ね88箇所、まあ、全部じゃもちろん回れませんけども、まあ、目についたところ、ね、まず稲荷大明神は、まあ、お稲荷さんたくさんいますんで、まあ、それ一応 OK ですね。で一番最初に、寄ったお寺が大日如来のお寺でした、その後ね文殊菩薩さんもいらっしゃいますし、不動明はもちろん不動明王さんねいっぱいいらっしゃいますんでね。で、ね、観音様ももちろんいらっしゃいますし、ね、なんだっけ、うん、まあ、お地蔵さんはもちろんたくさんいらっしゃいますよね。で、そうやって、まあ、自転車で回ってるとですね、お一人だけなかなか会えなかったんですよ。それが弥勒菩薩だったんですよね。で、弥勒菩薩にお会いするためにはですね、まあ、その高知県からバーッと北上しまして、岡山に上陸するわけですけども、まあ、香川県からですよ。で、行くためにはね、徳島市まで行く必要があったんですよね。でもちょっと時間的に間に合わなかったんですよ。まあ、岡山であるイベントがあって、僕それに間に合わせないといけないんで、もう無理だなと思って、でも一応小豆島に寄ったらですね、小豆島、まあその弥勒菩薩様いらっしゃらなかったんだけども、さっき言った布袋尊さんがですね急にパッと現れて、おおよう来たなっていうことを僕に言ってくれた気がしたんですよね。これでまあ神様コンプリートだと思って岡山に上陸したらですね、まあ非常に面白いことがあったわけだけども、で岡山のその都道府県コードはですね33だったんですよ。で僕はなんかやっぱりずっとその33とかね、その3の倍数にまあ取り憑かれているというか、そういった実感をですねずっとしてたわけなんですよ。というわけでですね、この369ね、69引用であり、で宇宙の数字、そしてまあ地球にグラウンディングさせているようなね、うん、あ、これ69の6ってさ、多分偶数だからさ、6だけはひょっとしたら3の倍数でありながら偶数だからね、偶数は地球なんですよ。で奇数は宇宙とすればですね、宇宙はもう割ることができない。で地球はですね、まあ、男女があったりして、まあ、割ることができるわけですね。そういった意味ではですね、6という数字が一応含まれているっていうのは、あ、これ地球の、まあ流通物なんだよっていうことで、で39とかになっちゃうとこれ多分ねふわーっと宇宙に飛んでいっちゃうかもしれないんだけども、その6でかろうじてグラウンディングできて、まあ、お金という、まあ、その非常に地球的人間的なグッズメディアをですね、まあ、流通させてるんだろうなっていうことを今思いつきましたっていうことです。ちょっとこんな話してるですね、いくらでも喋れちゃいますんで、またどうぞお付き合いくださいませ。ありがとうございました。